ウニマク島とは、アリューシャン列島、フォックス諸島を構成する一つ島であり、最初の位置にあり、最大の島。4069.9平方キロメートルとアメリカで9番目に大きい島であり、世界で134番目に大きい島である。多くのスコリア球と湖が存在する。ウニマク島は、アラスカヒグマやトナカイなどの陸生哺乳類や赤ギツネが多く生息している。 1903年にスコッチキャップ灯台が建設され、アメリカ沿岸警備隊が入った。1946年4月1日のアリューシャン地震の際に灯台が津波に襲われた。灯台の高さは30メートルあったにもかかわらず5人の沿岸警備隊が海に落下し死亡した。1970年4月には、島の北側約100キロメートル沖合のベーリング海で、日本の底引きも、 漁船2隻がそれぞれ死刑のため沈没。乗組員全員が死亡している。a b バースランド、K、アレウトディクショナリー、フェアバンクス、アラスカネイティブランゲージセンター、ハット h t t p w w w t i t a n i c n u t i c a l c o m ライトハウゼス、AK スコッチキャプチャー、html ハット、ドラジョージャプックウェブサイトウィズフォトスハット、 また漁船が沈没アリューシャン沖用しけで18人、絶望、朝日新聞昭和45年4月24日、長官、12班、15面。ありがとうございます。